壁にね、ギャ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 ーンってこうね、押し付けられた時の。あ、いいですよね。まあ、結構体重差とかあるとね、楽しいんですけど、まあ、知っといてほしいですよね。わっかり握っちゃうこれ本当に怖いですね。でも、これもし話すんだったら、ストやんなんだよ。今痛いんですよ本当に。いいっすよ、練習してんじゃん。なんで早くやったかというと、この手で両手を押さえちゃうんですよ。そうするとこれだけでもちょっと殴りづらないです。そうですね。でこれが甘いとこのまま手を抜かれてこれちょっとですね。これを回避したいから、ここで押さえて、こっちの手は完全ホールド。で、この肘を締めることによって。でも、これなかなか下がんない。これを同時にやったんで、押さえて下げながら、この肘の関節狙ってチョップ。そうすると、おっ落ちる。背が高くて落ちるやつ。押さえて、チョップして、うーみょーい。まあ、やってもいいし、このまま、ガン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  これ強いっすよね。強い。もうこの時点で、もう正直なんですよ。これバッキーの世界だよ。ガーン。何やねん。まあそれぐらいノーガードっちゃノーガード。大体起こってるだけなんで。自分がね、これ肘までいかなくても、この時に、こうやって、もちろんやってもいいけど、まあ、この手を押さえるだけでも、押さえるだけでも、次の2打、3打もらわなくなるんで、これだけでいいから。このまま、ね。移動するのももちろんできるっちゃできるんですけど、今日の技は、基本的には、もうこのやばないと思った時に、ガンガンガン、ここまで、肘まで入れちゃえば、肘なんてこれもらったら、女性の攻撃でも絶対やばいっすね。いや、両手押さえただけでもやばいっすね。やばいっすね。あー、危なってね、こら来た時に、これでも、これね、それで、結構嫌ですよ。握るバックして、バーン落として、まあ、ビンと。ガーンこれ離します。またのビンと。これ体重差、関係ないね。そうですね。身長差とかあったら、特に上からできるから。相手の頭落ちたら、もう、急所、さらけ出しみたいなもんなんで、結構、入りますよ。はい。まあ、なので、ちょっと今日、この両腕をね、捕まる時の、ちょっとした、力の差ってことやりたいと思うんで。まあ、練習の時はあれですよ。さっきも最初やったみたいに、ダダダーンとやったら危ないんで。ちゃんと止められる人だったらいいですけど。素人の人はこうやって押さえて、分解で、ね、ガン、ガン、ガンみたいな感じで、さっきちょっと早くガガーンってやっちゃったけど、あれ止められるから一応やってますからね。めっちゃ怖かったよ。ちゃんと止められますからね。当てたらやばい。それは分かってる。止められる。練習の時は必ず、ゆっくりやってください。ということで、以上です。